この御田植え祭は毎年5月5日に行われている永田神社の恒例の行事です。この日は総代や地区の人たちなどおよそ50人が参列しました。本殿では入沢義和宮司を祭主に神事が行われた後、拝殿で荒起こしから桑代までの田植えの準備を再現するお田植え祭が行われました。氏子が農民や角に見立てて勝負の葉をつけて牛を演じ、縄代の準備や本殿の準備の様子を再現しました。拝殿の中央には苗に見立てた勝負の葉や酒、米などが置かれ、その周りを農民と牛が鍬や農具を使いながら回りました。途中、牛が疲れて寝てしまったり、携帯電話を取り出して夢中になったりします。作業が中断するたびに農民が気まぐれな牛を叱りながら働かせ、粋な演出で参列者たちを笑わせていました。蒜山地域ではこの日すでに田植えを始めているところもありましたが、ゴールデンウィーク明けからピークを迎えるということです。今年は災害もないく、豊作でお米が取れますようにいう感じでしたいと思います。